さんま御殿再現 VTR 傑作選、最悪だったクリスマスの思い出編。2019年12月24日放送、最低だったクリスマスの思い出。そういえばさ、クリスマスイブどうする？あー、ごめん、家族と過ごすことになっちゃったんだ。そっか。彼女にクリスマスデートを断られたので、クリスマス当日。わー、トナカイさんだ。着ぐるみのアルバイトをしていると、今日本当に寒いね。早く俺ん家行こう。うん、家着いたらすぐにチキン焼くね。わー、いいね。彼女が他の男と寄り添って歩いていたこと。2011年12月20日放送、最低だったクリスマス。クリスマスパーティーに参加して、ねえねえ優子、この後2時間あるんだけど一緒に行かない？と友人に誘われ、二次会についていくと、お待たせしました。売れ残った人だけしか参加していなかったこと。2013年12月17日放送、思わず泣けてくるクリスマスの思い出。メリークリスマス。年上の彼と初めて付き合ったので。はい、プレゼント。お、ありがとう。なんだろう。大人のクリスマスを期待していたら、嬉しい。うん、じゃあちょっと待ってて、俺も持ってくるから。リコーダーでクリスマスソングを演奏し、メリークリスマス。そのリコーダーをプレゼントしてきたこと。2012年12月18日放送、クリスマスの悲惨な思い出。毎年彼氏のいない私に弟が、シングルベールシングルベール、また一人、今年も去年も一昨年も、ヘイ、シングルベールシングルベール、替え歌を歌ってバカにしてきたこと。何年もまた一人。2018年12月25日放送、最悪だったクリスマスの思い出。乾杯。乾杯。貧乏な彼氏が私の家に来て、はい、これプレゼント。ごめんね、こんなものしかあげられなくて。ありがとう。お中元のフェイスタオルをプレゼントされ、残念そうにしていると、来年はもっといいお中元もらうから、と言われたこと。2011年12月20日放送、最低だったクリスマス。一人で過ごすクリスマスに、せめてクリスマスケーキだけでも買って帰ろうと店に入ったら、おめでとうございます。お客様が当店500人目のご来客です。おめでとうございます。と言われ、カップルだらけの店内でサンタ姿の店員に祝福されたこと。ということで、さんま御殿再現 VTR 傑作選、最悪だったクリスマスの思い出編でした。